最近推してるアイドルとかいないの？まあ、ずっとキーラナイトレイかな。前もその中に言ってたね、うん、綺麗すぎてって話ね、うん、ぐらいかな。ぐらいか。なんでそんな推しを聞いたの？いつもなんかインパクトで押せって言うから、なんか押しな人いるのかな。ここでも押し違いが起こった。そうだ、そう、押し違いが起こってっから。そうなんですよ。押せてます？皆さんどうですか？最近どうです？ちゃんと いつも言ってるから押せてるも大丈夫。いや押せてるもいつも言うから。前よりは増えたけど、まだまだ、うん、もっと押さないとダメ。もっと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 押せてる人が増えた方がいい。なんでそれ、なんでそう思ったの？押せてない人人が多かったから。平井博明のワンラップゴルフ。レッスン来る人ってさ、うん、もう当然さ、めちゃくちゃワンナップ見てるはずじゃん、うん、ってことはさ、こいつ押せしか言わねえなと思って来てるわけじゃん、レッスンに、うん、そう。けれども押せてないの？そう、それは押し違いが起こってる。で、あとは押しても押せない状況を作って、あ、押したいけど押せないんだ。そう、単純な話、うん、ボール真ん中置きます、うん、でボールの左側に力があったら押せないでしょ。押せない。だから押せない。後ろから押さないといけないってこと？そう。これは押せるじゃん、うん、これも押せるじゃん。押せる。これもギリ押せるじゃん。押せる。これ押せないでしょ。押せない。押せないんだよ。押せないの。押せないね。押せないの。ボールを力が通過した時点で、まだ打ってなかったらこれから押すじゃない、うん、押せないの。押せないね。飛ばないの。確かに。そういうことが起こってる。そうだね。うん。止まってたらもしかしたら押せるかもしれないけど、動いてる中じゃ絶対押せないよね。押せない。押せない、絶対押せない。だから、プロなんかで、やっぱ多いのは、うん、インパクトのボールポジションよりも胸がちょっと左向いて、ここを正面にするじゃん、うん、そうすると多少前に行ってもまだ真ん中よりも右側にあるじゃない、はい、だからまだ押せるの。そうか。そう。でもね、これとこれ大好きでしょみんな。大好き。だから押せないの。大好き。押せない、押せない。だってこれ押すんだよ。こうやって。これめっちゃ強いでしょ、はい、押した。強い強い強い。押したでしょ、うん、これで押せると思う？そうだね。押せないでしょ。押せない。こっち向いてたら押せるわけないのよ。うん。で、これで押せるわけないのよ。押せない。そう。だから押せない。動画は以上です。短いな。そう、これが怒ってたの。なるほどね。大量に。あれ、なんでさ、後ろ向いちゃうんだっけ？捕まえたいから。あ、そうだ、インサイドアウトしたいんだ。そう。そうだ、そうだ。え、アウトサイドインの方が押せる？全然押せるよ。もう、10-0。あ、叩けるのか、上からになっちゃうけど。もう、折れちゃう。折れちゃうぐらい叩ける。ああ、うん。上から下だから。そっか。下から上で押してみなよ、マンキーコックから。ああ。そうか。そう。だから押せないじゃない、うんね、押したら左行くから。そうだね。そう。押せない状況作ってるから。そういう意味で良くないんだね、やっぱ。そう。だから、インサイドアウト。これぐらい？うん。これぐらい向いてたら、うん、押せるんだよね。こうやって。うんうんうん。ちょっとハンドファーストだろうが、うんうん、ここにまだ正面があるから、うん、まだこれ右じゃない、うん、右だからこうやって押せるのよ、うん、そう強くね、うん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 、だそれがハンドファーストにしたけども、うん、カーター飛べてたらもう胸よりも左にグリップいってるでしょ、うん、もう押せないからこれ。あ、じゃあ手が行き過ぎちゃうから押せないでしょっつってんのね、うん、そうそうそう、少しだったらまだ押せるじゃんって話ね。押せる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 し、うん、体が開いてたら、うん、少し左でも、うん、まだ全然左じゃないじゃない、うんうん、そうだから全然押せるの。こうやってガーンってこうやって、うん、そうあれができてきた方がいい、うん、だから体を止めすぎたり肩回転を止めたりするとそれができづらくなっちゃうのね。押せなくなっちゃう。あとはそもそもインパクトの力が足りない。そうするとこう
ただこう、なんだろう、ヘッドをこう、バンって動かしたところで、強さがなかったら、いくら早く動いてもダメじゃない。うん、それにちゃんと衝撃の強さをこうやって加えてあげないといけない。うん、ボールにこう、ダーンって強く。うん、それができないとダメ。ちゃんと押してあげないといけない。ってことは、押そうとする前に、その後ろ向いて打つとか、うん、ハンドファーストになりすぎてるっていうのをやめなきゃいけないんだ。同じところで起こってることじゃん、3つ。そうだね。何を優先するかよね。だから、後ろ向きたいのか、うん、押したいのか、ハンドファーストにしたいのか。それは何 ?3 つともは共存できないんだ。3つできる能力があればいいよね。本当はできるんでしょ？いや、無理じゃない。無理なの？無理だと思うよ。強く叩いて、右向いて、ハンドファーストでしょ？あ、極端だとでしょ？だって、開く別にインサイドから打ったって押せるんじゃないの？そういう風に打ったら押せないんだ。ちょっとずつ入れるぐらいだったらできるけど。あ、まあ、そのインサイドから入れてハンドファーストにするかは分かんないけど、うん、インサイドから入れつつ、うん、あれ、インサイドから入れないんだっけ？あ、シャンク出る。あ、ダメなんだ。あ、ダメなんだ。シャンク出るね。ダメでした。シャンク出たから、うん、1センチ遠く立てば、シャンクなんか出ないんだよね。こうやって。あ、ほんとだ。できんじゃん。無理やり？無理やりな。あれ？あれ基本がここだったら、うん、今のショットここだ。無理やり俺が、クラッシャーが久しぶりに出てきた。出た、出た。やっぱ最近おとなしいと思ったんだよね。なんか怪しいと思ったの。怪しいと思った。できない組み合わせ言ってくるからね。そろそろ来るなと思った。あれは厳しい。だから、コントロールはできない。だって、岡島選手はいい方。今のは岡島選手の悪い方だから。そうか。そう。そうか。そう。何もやろうとしてないじゃない。もうただ、わがままを叶えてほしいだけのショット。うん、そうすると、通常インサイドからナチュラルに来てる人は押せないってこと？うんと、リストになるよね。それか、うん、右をちゃんと送ってあげないと押せない。そもそもインサイドから、来る人って上からはクラブ来ないから、上からインサイドは無理だからね、うんうんうん、そうだからもともとこうシャローに入りやすいんだよね、うんうんうん、だから、うん、送ってあげないといけないの、右をこうやって、うん、そう、それができないと押せない。それは絶対インサイドから来る人をやってあげた方がいい。それかもう諦めて、うん、俺若干インサイドから来るんだけど、うん、インサイドから来るんだったら、うん、リストターンでヘッドを出してあげる、うん、こうやってあ、そうそう、そういうことを俺が聞きたかったのは。うん。あれでいいんだったらいい。え、俺押してないの？めっちゃくちゃ押してるよ。あ、押してんだよね、やっぱり、ね。押してる、押してる。あ、ただそれ以上に、うん、インサイドからもっと角に来すぎるともうどうしようもないよってことね。どうしようもない。どうしようもないし、どうしようもないし、俺がなんで今これを言わなかったかっていうと、うんうん、評判が良くないからね。そうなの？だってそうでしょ？だって今のは体重移動もしてないし、うん、手打ちだし。え、ないつものね。そう。いつものね。そう、うん。だから言わなかったの。恥ずかしくなっちゃって。いつもそうじゃん。そうだよ。あれで、あれでいいよっていう方がいたら、やった方がいい、うん。逆に。あ、そう。めっちゃやった方がいいから。こうやって構えて、うん、こうやって、こうやってやった方がいい。もう手打ちじゃないとそれできないんだ。できない。体なんか回してたら。やってみなよ。ペチ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 右行くから。手だけ出ちゃうんだから。そういうことね。そう。ヘッド出さないと。まあ出すにはだからインサイドから来ない方がいい。来ない方がいい、来ない方がいい。まあ来ても、今みたいになんとかやれるけど。そう。で、なんでインサイドから来てヘッドが出ないかっていうと、うんうん、インサイドからヘッドってこうやって来れないのね。うん、うわー。そう、だから。いやだけどほら、アッパーの人は、でも平井インサイドから来てるじゃんって多分思ってんだよな。こうやってるから。あ、そっか。そう。平井は実は基本じゃないんだもんね。基本じゃない、基本じゃない。平井の基本だ。あ、そうだよね。そう。あの、皆さんの基本じゃない。あ、そっかそっか。ごめんなさいね。そういうことね。そう。だから、あの、大体インサイドから来たら、刀抜くから、うん、こうやって。あ、はいはいはい。そう。それを、分かってるから、うんうん、こうやってやろうとするのね、俺は。あ、だからこれ真似しないでくださいって言ってるじゃない？なるほどね。で、このまんま
インパクトまでゼロに戻ってきたから、うんうんうん、ドローをかけるためにこうやって返してる、アウトに返してるから。なるほど。そう。あれだよね、全然教えねえから、そういうのは。当たり前だけど。本当に、多分ね、日本に一人いるかいないかだけど、本当にこれを教わりたいっていう人がいたら教えます。多分いないけどね。そうか。いないと思うよ。よっぽどタイプが一緒でっていうことね。そう。これね、この、この前して。これ。あれはもう、こういう感じ。でも習ったからってできるもんでもないでしょ。あ、そうなんだよね。そうなの、そうなの。自分のね、使い方なんでしょ、そう。そう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 。だから、本当に手首とか腕とか、体とか、こういう使い方に近いんだったらできるけど、うん、もうちょっといい動きの方の方が多分多いと思うんだよね。あ、そうなんだ。実際には。ちゃんと体がしっかりしてて、うん、こうやって回れた方が、うん、もちろんそれはそれでいいから、うん、言ったって良くはないから、このスイング。あ、そうなんだ。そうそうそう。やっぱり曲がるし、手打ちだし、そう。ただ自分がいいからいいですってね、ずっと言ってきたし、今後も言うつもりだけど、うん、全然そこは気にしてないんだけどね。うん。なるほどね。そう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 。だから本当にあの、動き自体っていうのは、基本の動きをまずしてもらってから、本当に何回も言うけど、枝分かれしてって、うん、自分のよりいいもの、足りないものを加えてった方がいいね。うん、よりじゃあその、押しやすい。うん。ようにやらないでいくことをやらないようにした方がいいってことね。そう。ただ押しが強いなっていう人はいないから押した方がいい、どんどん。ああ、ヘッドをね。ヘッドを。手を押すからね。そう。こうこういうことよね。ってなっちゃうでしょ。押せなっちゃう。そう。グリップと手を押しちゃうから。ヘッドを押さなきゃいけないからこうって。なんかそれも難しい、ね。なんかその素振りでやるだけでもなんか普段やってないからなんかいつも使ってないとこ。筋肉痛になりそうだね。なんでやらないか俺聞いてみたいの。うん。ヘッドで押すことを。で言われたことないから。ヘッドで押せって。うん。いや、ああ、そうかもね。それもあると思うんだけど、言うセリフは俺わかるの、大体。何。え、ダメじゃないんですかって返ってくるのね。なんでかは言わないの。ヘッドでこうやって押してくださいなんて。え、それってダメじゃないんですかっていうの。あ、そうなの。ダメって言われてんの？だってこうやって当てろって言うじゃん。あ、そうなんだ。ほとんどね、多分ね。うん、いや、わかるよ。ハンドファーストでしょって。わかる、平井わかるけど、うん、こうやってやってくださいねって言うと、ヘッド出してくださいねって。え、それダメじゃないのって言われるのね。なんでダメなんですかって聞いたことはないよ。でも聞いてみたいの、俺、一回。そうだね、うん。ダメって言われたからっていう理由は俺受け付けないから。うん、なんで自分がダメって思ったかを聞きたいの。そうだね。そう。打ってもないのにね。そういうことか。そう。結構あるよ、そういうの。レッスンしてて。え、それダメじゃないの？え、打ってないのにって。だからそれは、やっぱりね、いいことじゃないからね。まずは、トライすることがね、大事だよね。だから本当にあの、今日の方も押したら押したほどいい球出たんだけど、押したら押したほど良くなんない人はいないんでしょ？いないと思うよ。で、勘違い、押し勘違いが生まれてんのね、また。なんなの？また勘違いがある。何？押したら押すほど左行くと思ってる人が多いの。はいはいはい。右行くんだよね。あ、そうなんだ。そう。だからその人すっごいいい当たりで、すっごいいい音で、いいスイングで左行ってたの。はい。こうやってたの。バント？そう。振らないの全然。ペーン、ペーンって言ってた。うん。でもその方にインパクト作ってください。インパクト強く打ってください。押してくださいって言ったらめっちゃ痛む。へえ。振ったら振ったほど右行くんですよ。だからシャフトのしなりもそうなのね。うんうんうん、強くなればなるほど、やっぱこっちにしなるじゃない、うんうん、こうやって。そうだね。そう。で、やっぱインパクトも強くなって、こう、前に押せるわけよ、うん。そう、そうすると、今までこうやってやってて、左巻いてたのが、まっすぐ行くわけ。遠心力がかかるから腕も伸びる。そうだよね。そうだ、いいことが多い。そうだよね。それ言ってたよね。そう。振れば振るほど右行くんですよ。そうなんです。まあ、どっちかというと開いちゃうみたいなとこもあって。そう。それと隣り合わせなんだけど、うん、でも、そういう動作が入るからね。でも、振り切れる、叩ける許容範囲内のスピードだとさ、うん、どうしてもこうやって左にこうやって引っ張るんでね。ああ。そう。やっぱり少なからず、ゴルファーの頭の中に右は嫌だっていう
考えが多少なりともあると思うんだよね、うん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 、そうすると引っ張ったり返したりっていうのがある、うん、あでそもそも曲げたくないからスピードを上げない、うん、でこうやってやる。それを今の大きさでもこうやってスピード上げてあげるだけで溜まって右に行くから、遅れだったりもそうだしね。だそういうのも含めて適正なスピードって必ずある、はい、だから俺が見た感じのその方の適正なスピードに上げたらやっぱりいい溜まってるね。ドライバーなんかもすごく良かったし、うん、そういうこう押すことの大切さっていうのを、まあ、練習場なんかで本当にやっていただいたわけね、うん、だ今回はですね押し活キーラナイトレイっていう動画を撮ってきました。最高でございます。最後までご視聴ありがとうございます。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。